はい、はい、はい。じゃあまず麺ですね。どうも料理王さん、リュウジです。はい、ということでですね、リュウジのバズレシピ、本日はですね、チコシリーズですね。この時期だとやっぱり大体ね、余ってるんですよね。こいつそうめんが余ったそうめん、皆さん消費方法困ってませんか？夏場にそうめんをどちゃくそバズり散らかしてきたので、最後まで面倒見ないと。あの動画を見てそうめん買った人めちゃくちゃいると思うんで、冷やしばっかりバズったんですよ。だからもう今の時期冷やし食べたくないですよね。そうめんマスターリュウジ、今回はそうめんの美味しいね食べ方、乳麺でしょこれ。乳麺って皆さん作ったことありますか？乳麺のコツを皆さんに教えながら、最高に美味しい余ったそうめんの仕事をやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はね、もうマジシンプルです。鶏肉、かまぼこ、かつお節、あとそうめん。で、具材はね、割とね、変えていただいて構いません。鶏肉はお出汁が出るんで、鶏肉は入れていただいた方がいいけど、もしなければ、薄切りの牛肉とか、豚バラ肉とかも全然美味しくいけます。あと、生姜。できれば生の生姜。なければ、チューブの生姜でも、悪くはないんですけど、生の生姜には絶対勝てない。乳麺ってね、おろし生姜が入ると、すっごくね、爽やかになって美味しくなりますんで、もしあれば、生の生姜用意してください。まあ、なくても美味しいです。なくても美味しいですから、用意してください。ということで、今日は、至高の乳麺を作るということで、何をするか、自ら至高にしていきます。これです。ということで、氷占い、いきます。当たれ。皆さん見てください。今日全部入りましたね。これ、100回に1回ぐらいしかないんですけど。ウルトラ大事。今日はですね、僕は酔っ払いつつも明日二日酔いにならないでしょ。やっぱね、それが一番僕嬉しいですね。これで二日酔いになったら、この占いは全く意味がありません。はい、至高にするためにはやっぱハイボールですね。ということで、自らを至高にしていきます。乾杯。くいー。それでは自分を至高にしたところでやっていきます。じゃあまずね、かつお節 4g、 これね、レンジにかけていきます。これ池盛りシステムっていうんですけども、D の池盛りさんに教わったやり方でございます。これを電子レンジ 600W 40秒で加熱することによって、かつおの水分が抜け、香りが立って、このかつお節をね、粉にできるんですね。粉にすると何がいいかっていうと、今度お出汁を取るんですけども、その時にかつお節ごとね、こさないんで、僕の乳麺って。なんで、口当たりが良くなるっていう、利点があります。この方法はね、僕もずっとやってますけど、本当に上質なお出汁が取れるんで、皆さんもぜひやってください。めちゃくちゃうまいです、これ。はい、ということで、こいつをクシャ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 やっていくんです。これすっごい香り立ってるんですよ。これでね、香りが非常に強いやつになるんです。僕ね、大体ね、ラーメンとか汁物作る時、大体ね、3g でやってるんですけども、今回 4g って、なんでかっていうと、今回はね、ちょっとね、カツオの香りを強くしたかったんですね。カツオの出汁と鶏の出汁、ダブル出汁で食べる、最高の乳麺です。これは本当に美味しいです。はい、サラサラになりましたら、これで置いておきます。はい、じゃあね、だしの方はできましたんで、もう鶏肉切っていきます。僕今回ね、切るのは鶏肉だけ。これぐらいの大きさだと半分切って、で、乳麺の場合はね、箸で取りやすいようにこうやってそぎ切りしてあげるといいです。これは麺類に、全て言えるんですけど、箸で掴む系のね、鶏肉はね、ちょっとね、こうそぎ切りで長くしてあげた方が食べやすい。意外とね、切り方でもね、味が変わってくる。至高シリーズはね、こういうところを気を使って、やるシリーズなんでね、こんな感じですね。大体、まあ、鶏肉はね、80g ぐらいのもの。はい、じゃあやっていきたいと思います。乳麺のお出汁を作っていきます。必ず最初にお出汁を作ってからそうめん茹でてください。そうめんってのは茹で時間が少ないので、同時にやっちゃうとね、焦っちゃうんですよ。なんで最初にお出汁だけ作っていきましょう。お水、鍋にお水で 300cc 入れます。そしたら調味料入れていきます。さっきのカツオの粉ですね、これも入れちゃうんです。入れる調味料も結構シンプルです。みりんが小さじ1半です。これ甘み漬けで、こんなんするんだったら市販のめんつゆでよくねって皆さん思うじゃないですか。なんですけど、市販のめんつゆって醤油が濃いんですよね。今回醤油を小さじ1杯しか入れません。お塩です。お醤油が小さじ1杯しか入らないので、お塩結構多めです。はい、小さじ半分入れてください。これは味付けになります。こういうね、汁物とか、関西風のだしって合わせだしを使うので、合わせだしだと昆布を使うんですね。昆布って、結構高いですし、昆布のおだしを煮出すってなると結構時間かかっちゃうんで、今回これ使います。味の素です。1、2、3、4、5振りです。昆布の、旨味と同じグルタミン酸をこの中に入れてるわけなんで、昆布で取ったような味。このカツオの香りを嗅ぎながら至高になっていきます。
で今火つけてます。はい、そして鶏もも肉、これも今の状態で入れてしまいます。これによって鶏出汁がこんなが出るっていう寸法ですね。でこれで沸かしていきましょう。はい、今回鶏ももでやりましたけども、鶏むね肉があったら鶏むね肉でも結構です。沸かしたらもう大丈夫です。これ余熱で鶏の旨味がずっと出てくるので、はい、この間にそうめんを入れていきます。で今お湯沸かしてるんですけども、そうめんは僕のおすすめは手延べそうめんです。舌触りとか喉越しとかで言うと乳麺でも僕は手延べを一応推してます。この今の糸っていうのはだいたい1分30秒茹でろって書いてあるんですよね。でも乳麺ってあったかくするんで結構ね火が入っちゃうんですよね。なんで茹で時間は今回50秒しか茹でません。45秒ぐらいでいいです。本当に短時間で茹でます。必ず沸騰したお湯でやってください。沸騰してない80度ぐらいのお湯だとそうめん美味しくないですからね。はいはい、で今回ちょっと早めにあげましょう。40秒ぐらいにしましょう。茹でるときはまぁ、ちょっと我慢ならないで必ず沸騰したお湯でやってくださいね。これね、今回小鍋でやってますけど、2人前とかやる場合はもうちょっとデカめの鍋にしてくださいね。じゃないとねそうめんって粉が多いので粉がね結構ついちゃってデロってなっちゃうんですよね。はい40秒、はい40秒、はい、そしたら流しいきます。はい、じゃあこう、じゃあ流します。はい、機械式そうめんだったらもうちょっと長めに茹でた方がいいんですけど、手延べそうめんだったらこれぐらいの、こんなに柔らかいんですよ。はい、で一回締めるんですよ。これなんでかっていうと、そうめんって粉がいっぱいついてるんで粉をこうやって洗い落とします。だからあったかくするんでも粉落とした方がいいんですよ。で麺も締まってコシが出る。氷水は使わなくていいです。どうせあったかくしちゃうから。ここで汁が薄まらないようにギュッと絞ってください。でこれで最高に美味しい乳麺の麺完成しました。そうしましたら、乳麺のつゆです。ちょっと冷めちゃいますので火入れますね。これねボコボコってなってきたらそうめんの麺をここに入れてちょっとつゆになじませて器に盛ります。つゆになじませる、これすごい、大事です。ボコ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 いってますね。ボコ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 いってきたらここに、はい、そうめん入れていきます。で、なじませて、もうね、なじませて少し加熱したらもう OK です。はい、じゃあ、ここに、入れていきます。じゃあまず麺ですね。一回冷やしてなじませるっていうやり方あんましてない方もいらっしゃると思うんですよ。これやると全然味違います。そしたらトッピングいきますよ。小ネギです。ここにおろしを皮付きでやっちゃいますけども、はい、はい、完成しました。こちらで仕込み、それでいきました。で、いただきます。鰹節の粉が絡まってるんですね。これがうまいんですよ。つゆが美味しいのでつゆも入れてください。いただきます。ほっほっほっ、うまっ。スープね、鶏のお出汁も生きてるし、めちゃくちゃ美味しい。関西で食べた有名なうどん屋さんがこういう出汁でしょ。引け取らないと思う。乳麺ってそうめんがクタクタになりすぎて美味しくないっていう経験もしかしたらある方いらっしゃると思うかもしれないですけど、これね、ちゃんとそうめんも美味しいんです。歯切れが良くてそうめんの感触が残ってる。これは最高っすね。この間関西行ってきた時にうどん屋さんで山椒あったんで、山椒もしかしたら合うかもしれないですね。パッパッと本当にうまい乳麺ってこれでしょ。俺ね、これ以上うまい乳麺を食べたことないです。飲食店で乳麺ってあんま見なくないですか。なんでかっていうと、これ伸びやすいから飲食店嫌うんですよね。でも家庭料理であればできたらすぐ食べられるじゃないですか。乳麺っていうのは僕は家庭料理の趣が強いと思ってます。この出汁でずっとね揉めます。いただきます。はい、うまいです。うまいでしょ。だし、おいしい。だしがうまいな。うん、上品な。そうそうそう、上品な、すごく。あとね、やっぱりこのだしが絡む、そうめんが一番つゆを吸うんすよ。だからつゆがうまければうまいほど乳麺っておいしくて。ああ、なるほどなるほど。で今回の、かつお節でいつも取ってるだしを選んだけど、だしの味を楽しむんだったらそうめんが一番うまい。でこのだしは、俺の中ではめちゃくちゃ美味しいだしなので、いやーうまいね、伸びの締めにもいいでしょ。確かに、この爽やかさも割といい。今回ちょっと爽やかさ、うまいね。夏にね、そうめん余って
秋冷だよね。秋も、まあ冬もいけるよね、うん、これね。これで夏も冬もそうめんがかけれる、うん、出汁の作り方が簡単なんですよ、うんうんうん、昆布だと20分煮出しますとか、はいはいはい、水に一晩漬けときますとかあるんだけど、うん、やんないすごい。むしろ、まあ、我慢してたの、夏に乳麺食いたくないから、ね、もう秋になったからやっと出せると思って、このために、ね、逆に余らせてるぐらい、そう渾身の一作なんですよ。1年越しの傑作です。素晴らしい、はい、なんで皆さんぜひここで醤油ルーメン簡単で美味しいの食べてみてください。俺はたまにそうめんを鍋の締めに入れる。おー、もうすぐ締めに行きたい時に茹でて、こうあの水で締めてから、あの鍋でグツグツってやる。おー、めちゃくちゃ美味しい。いいね。